23歳高卒ニートです営業職に内定をもらいました営業のアドバイスをくださいノルマだのはないそうですえっといあのえっとあの営業の仕事って基本的には物を売る仕事なんですけどなのであのどうやって物を売りつけるかっていう禁止眼的に考える人が多いんですけどあのやっぱ営業の上手い人の話を聞いてると基本的に売る気ない人の方が売るの上手いんですよね まあどういうことかというとそのこれ買ってくださいっていう相手がお願いしてるとそれは自分が買うと相手は得をするで一生懸命営業してるということはこれは自分が損するんだなっていうふうに感覚的に人は思ってしまうことが多いんですよなのであのまず仲良くなりますとで仲良くなった後とに、まあ、毎回毎回そのなんかうちの,その営業来てるなこの人っていうんででも何も物を売りつけてこないとでずっと話してる時とに お前そもそも何しに来てんのみたいなので、いや、実はこういうの売ってるんですよねみたいなので、で、別にかあの、必要だったら買ってくれればいいんで、あの、別に話聞きたい時だけ言ってくださいみたいになると、割とその、偏方性の論理的なやつで、その、 話は聞いてあげた方がいいかなみたいなので、話を聞いてあげて、要は友人関係ができちゃってるので、話聞いてあげて、まあ、確かにこのじゃあ商品だったら、うちのこの部署だったら合うかもしれないよねみたいな形で、会社内で他の人を紹介してくれたりっていうのもあったりするんですよね。なので、ね、まずその仲良くなって、その友達になるとか雑談ができる環境になるっていうのが先で、で、その後にあなたにとってこれを買った方が得かもしれませんよっていう、 その後から売るっていうのをやる人の方が割と商売うまくいってる人の話は聞くんですよね。なので、そのなんか、あの、売りたい売りたいっていうのを前面に出すよりも、むしろその、あの、本当に欲しいんだったら譲りますよとかっていう方が割と高く売れるっていうのがあって、なので、あの、ま、基本的にはその訪問販売から物買う人ってあんまいないじゃないですか。要はわざわざ売りつけに来てるっていうことは、それ売れない商品なんだよねっていうのが、ま、わかりやすいじゃないですか。 で,でもじゃあそのマンションのペントハウスみたいなのって、訪問販売で売られることはほぼないんですよ。要はそのマンションって一棟建った時にペントハウスって一番上の階なんですけど、で、大体一番上の階一フロア全部バルごと売ったりとか、まあ、せいぜい二フロアとかにしちゃうんですけど、で、そういうするレアなものって、もうその元々の地権者だったりとか、その不動産屋さんのなんか仲のいい人とか、お得意さんとかに先に話が回るんですよ。要はそのペントハウス買った場合は価格があるかある可能性が高いから。 要はそのマンションの一番上に住みたいって言ってる金持ちとかって別にプラス1000万円でもプラス2000万円でもあんまり気にしないんですよ。要はそのペントハウスが欲しいが先なので。でもその一般市民の人が買うようななんか3000万円4000万円ぐらいのなんか中層階とかだと別にかいくらでも売る人がいるから中層階買ったとしても値段は下がっちゃうんですよね。要は売る人が他にもいるから。っていうのがあるのでその売りに来ないものの方が価値がある。 で、あの、これ欲しいんだよねって言って、いや、これほんと玉少ないですけど、お願いしますみたいなので、出してくれる商品のが価値があるというふうに、割と人は思いがちだったりするんですよ。っていうのがあるので、まず出し渋るっていうのと、相手と仲良くなるっていう方が、実は割とうまくいく可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど。だからその、例えばじゃあ芸能人とかタレントさんとかが、あのもう、予定バリバリ空いてますいつでも呼んでくださいって言われたら、あ この人人仕事がが少ないんだなななないいいんんだだ気って思われるじゃないですかで逆にあのすげえ仕事が入ってて今週の金曜日のこの時間ぐらいだったら何とかなるんですけどって言われたらあこの人人気なんだって思うのでなのでそのこうバンバン頑張っておりますっていうよりはあんまり売りたくないんですけどねぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますけど。